積み重ねた毎日が色を変え目をつける。これまでの汗も苦労も布団に。乙姫トマトといいまして、大玉なんですけど糖度が高く美味しいトマトになってます。未熟な自分たまたま運よく、空きハウスが見つかりまして、で町の方から推薦もらいまして借りてます。そんなに設備投資はかからなかったですね。素材技術は、月1回勉強会というのもありますし、で農協さんの方でもいろいろ教えてもらう減るんで、そこは結構スムーズでした。手応えはあります。だいぶ自信も出てきて、いいものが作れる気がします。いいトマトを作っていたいのはもちろんですけど、今後この島は柑橘も有名ですんで、そういうレモンなんかにもチャレンジしていきたいなと思ってます。